ようこそ俺たちのジャパンへ。2020年12月6日、小惑星探査機はやぶさ2が小惑星リュウグウで採取した岩石などを載せたカプセルを豪州で発見したと発表しました。同じ時期に中国の月面無人探査機ジョウガ5号が月面の岩石や土壌の採取に成功していたこともあり、この年は宇宙開発の大きな進歩を遂げた年と言えるでしょう。両国を比べて日本を称賛する声が多く挙げられたと言われています。2つの違いとは一体何なのか、中国と日本はなぜ比べられたのでしょうか。僕は中国に住んでいる普通のサラリーマンだ。14歳の息子と16歳の娘がいる。思春期真っ只中の2人はなかなか僕と口を聞こうとはしてくれない。昔はよく家族でキャンプをしたりしたのにな。いつか買ったはずの望遠鏡とキャンプセットはもう日の目を見ることがないくらいクローゼットの奥にしまわれている。おはよう。ほら、朝の挨拶でさえ返してくれない。今日も僕は無言で食事を食べる子供たちを横目に会社へ出かけた。電車に乗っている時にネットで中国の無人探査機が月から帰ってきたというニュースを見つけた。12月17日、中国の探査機ジョーガ5号が月の岩石や砂などのサンプル約 2kg を地球に持ち帰った。へえ、すごいじゃないか。打ち上げして1ヶ月足らずで。中国の技術は NASA に負けず劣らずなんじゃないか。多くの人が知っているように中国は目まぐるしく技術が発展しているんだ。昔子供たちと見た月に探査機が降り立った。とても感慨深くて、その日の休憩時間は月のことを調べまくってしまった。僕らから見える月の表面、黒い部分が月の海というらしい。地球と同じように海に水があるわけじゃないが、昔の人が月には海が同じようにあると考えていたからその名残なんだって。入り江とか沼、湖などいろいろな呼び方が月の地形それぞれについているんだ。まるでもう一つの地球みたいだ。今回中国の探査機ジョーガ5号はその中の一つ、嵐の太陽の北西の端に位置するリュンカー山付近に軟着陸した。ジョーガ5号は2日間にわたって月面をドリルとロボットアームでいくつかのサンプル採取作業を行った。その後月面を離れて地球へ戻っていった。素晴らしいじゃないか。このサンプルが月の歴史について新しい発見をもたらしてくれるってさ、ロマンがあっていいじゃないか。僕はテスト前の一夜漬けの学生のようになっていた。家に帰って子供たちに教えてやろう。久々に望遠鏡を引っ張り出して月を見よう。そんな気持ちでワクワクしながら帰ったんだ。おい、知ってるか？最近の宇宙開発の技術はな。僕が息子に話しかけると珍しく、え？と反応してくれる。はは、やっぱり。調べ上げた知識を披露して息子との仲を深めようと思っていた。それって日本のはやぶさ2のこと？父さんも知ってるの？え？あ、まあな。なんだ？日本？中国の話じゃないのか？はやぶさ2ってすごいよね。日本の天文台で帰ってくる姿が撮影できたりしたんだって。僕も見てみたかったな。そうだな。僕の孫ついている態度に息子は本当に知ってる？と怪しむ。もちろんだとも。その場を適当にはぐらかしたが、息子との距離は縮まるどころか遠ざかった気がした。なんだ、月の無人探査機の帰還よりも日本でそんなにすごいニュースが起こったのか。せっかく調べたのにな。月の探査でも十分すごいのに。休憩時間が無駄になった気がした。風呂から出ると雨が降っていて、とても月なんて見えそうになかった。翌朝雨は止んでいた。傘はいらないなと思いつつ、昨日と同じように息子たちに挨拶する。おはよう、雨止んでるぞ。娘は相変わらず返事をしてくれなかったが、息子が小さな声ではよっ
と返事をした。何ヶ月ぶりだろう、朝の挨拶をしてくれるのは。夜落ち込んでいた気持ちが嘘みたいに晴れていた。もしかして宇宙の話をしたからか。日本のなんだっけか、はやぶさ2。2日連続で宇宙のことを調べる羽目になるとは思ってなかったけど、嫌じゃなかった。息子と話すきっかけになるなら万々歳だ。調べれば調べるほど、ネット上にははやぶさ2の帰還を喜ぶ声と、日本の技術力を称賛する声ばかり出てきた。はやぶさ2とは小惑星探査機のことらしく、2014年に打ち上げられたそうだ。中国よりも何年も前に打ち上げられた探査機は、宇宙のずっと遠いところで壊れずに動いている。それだけでも十分驚くべきことだと思う。約4年の歳月をかけて小惑星リュウグウに到着後は、1年以上にわたってリュウグウを調査後、リュウグウの岩石を採取、そしてさらに1年以上かけて地球に帰ってきたそうだ。なんとこのリュウグウ、大きさが約900メートルしかないらしいんだ。何が起こるかわからない広い宇宙の中で、この小さな星に着陸して採取作業を行うことがどれだけすごいことか。ちなみに昨日調べたんだが、月は直径約 3470km らしい。日本がかけた年月と精密な技術力を前に、素直に感心してしまう。そしてもっとすごいのが、この採取された岩石が入っているカプセルが素晴らしい状態で帰ってきたこと。せっかく貴重な宇宙のサンプルを採取できたとしても、着陸に失敗したり、宇宙から地球に帰ってくる時の衝撃でカプセルが破損してしまうことだってあるんだ。だがはやぶさ2の責任者によると、カプセルの状態は100点満点中1万点だと。そこまで言えるなんてすごくないか。それくらい完璧な状態で帰ってきたんだと。一つ一つ調べていくのが面白くて、僕は少年に帰ったような気持ちになっていた。アメリカの NASA では、リュウグウから持ち帰ったサンプルのために新しい研究施設も建てられているのか。宇宙の神秘における大発見がカプセルの中に詰まっていることがよくわかる。そもそもはやぶさ2の前の初号機はやぶさが小惑星から岩石を採取したのは2005年、今から約15年前。これも世界で初めての快挙なんだ。自分が昨日調べていた中国の探査機と比べると、どうしてもスケールの大きさで比べてしまう。これじゃあ息子も日本のニュースに食いつくはずだ。しかもこのはやぶさ2の着陸や採取、遠隔操作もあるが、はやぶさ2が自発的に調整して行った部分も多いんだって。千枚小惑星の欲しい部分に、僕たち一般人には気が遠くなるくらい精密な技術が使われているんだろうな。昨日よりももっと息子に話したくなり、家に帰宅する。気持ちは高ぶっていたが、少し言いにくい。知ったかぶりって言われると怖い気がしたが、おかえりと息子が声をかけてくれた。なんだ、息子ももっと話したかったのか。ふっと笑顔がこぼれて気が緩む。ああ、はやぶさ2ってほんとすごいよな。昨日の話？うん、すごいね。息子と久々に話す宇宙の話、はやぶさ2の話、科学の話、とても盛り上がった。宇宙にはロマンが詰まっている。窓を見ると夜の空はすっかり雲一つなくて、昨日は諦めた望遠鏡を今日は出す。埃をかぶっていたが、綺麗に拭くとまだまだ遠くの星が見られそうだった。ベランダでガヤガヤしていると、娘までもが声をかけてきた。何やってんの？ああ、それ久々じゃん。昔を懐かしむ気持ちを少なくとも同じくらい持ってくれている。その一言でじんわり胸が熱くなった。一緒に見ないか？仕方ないなぁと望遠鏡を覗き込む娘の横で、息子が次は俺ねと順番を待つ。僕は、実は昨日言いかけたのは中国の探査機の話だったんだと息子に打ち明ける。父さん、自分の国がそこまで発展したって思うとなんだか嬉しくてな。
まあ日本の方がずっと先を行ってたんだけど。ところが息子の反応は思っていたものと違っていた。ああ、僕もそのニュース見たよ。日本のハヤブサ2もすごいけどさ、中国のジョーガ5号だってすごいと思う。比べたらキリがないかもしれないけど、どっちも宇宙の謎とか生命の神秘を知りたくて探りたくてできたことじゃん。確かに技術的には追いついてないかも。でもそんなすごい国の近くにあるからもっといい影響を受ければいいよね。ゲームだとライバルがいっぱいいるといっぱいレベルアップできるじゃんか。何でもゲームに例えるなんて子供ね。ボソッとつぶやいた娘の言葉にうるさいなと息子が言う。レベルアップか。息子の言うことはもっともだった。今よりもっとすごく進化できるってことはいいことじゃないか。僕たち中国も日本を見習ってこれからもっと頑張ればいいんだ。久々の親子の会話をくれたきっかけとなった月と小さな宇宙の星に感謝の気持ちを心の中で送った。日本の宇宙機関はハヤブサ2の軌道を公表して国内や海外の愛好家たちに観察を推奨しているんだぜ。中国は秘密ではないが公表はしていないから日本に比べて見せびらかすほどじゃないのになってちょっと思っちゃうね。素直に日本おめでとう。本当にすごい。ハヤブサもすごかったのにさらに進化を遂げたなんて。中国の探査機も十分すごい。だけど日本の宇宙開発や技術力は本当に目を見張るものがあるよね。もっと日本を真似て中国も頑張ってほしい。この成果がどれだけの人類に光と発展をもたらすのか僕たちはまだ知らないんだ。さらにハヤブサ2は新しい小惑星への探査に進んだんだって。とどまるところを知らないってこういう時に使う言葉なんだろうな。小惑星から石を採取するなんてどれほど難しいことか。その辺に落ちている石を拾ったわけじゃないんだぞ。日本はもっと自分たちのことを褒めてやってもいいと思う。中国には中国のペースがあるんだ。いくら日本がすごいからってこれからどんどん追いついていけばいいだろう。このカプセルの中身僕も見てみたいな。日本人ってなんて羨ましいんだろう。宇宙にはロマンが詰まっていると僕も思うよ。何の変哲もない岩石に素晴らしいほどに神秘に迫る謎が隠されている。宇宙や科学のことなんて何にもわからないけどシンプルに気になる。ハヤブサ2の偉業は世界から、そして中国からも称賛の声が多く上がっているようですね。さて、日本のハヤブサ2の探査目標は小惑星リュウグウの石をカプセルに入れて持ち帰り、石に含まれる水や有機物を調べ、地球の海や生命の由来を探ることにあります。我々はどこから来たのか、この果てのない疑問を解決するためには宇宙にある太陽系の星たちの起源、そして生命の原材料を調べることが重要となっていて、地球自体が生まれる前に存在したと考えられている小惑星を探査し、サンプルを分析することこそが太陽系の起源、進化の解明や生命の原材料物質を解明すると考えられているのです。今回ハヤブサ2が持ち帰ったカプセルの中身はこの研究に大きな進歩をもたらすでしょう。日本ではこのカプセルの中身の展示会が開催されたんだとか。実に貴重な機関カプセルの実物品なども目にすることができるようです。遥か遠い宇宙を旅してきたハヤブサ2、その一部を実際に見ることができるのは世界で何人いたのでしょうか。気軽に見ることができる日本、その素晴らしさを私たちは当たり前にしてしまいがちですが、決して普通のことではないことを忘れないようにしたいですね。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。